ボブホーク、1929年12月9日から2019年5月16日は、オーストラリアの政治家、元オーストラリア労働組合の代表、第23代オーストラリア首相、首相在任中にアジア太平洋経済協力を提唱したことで知られる、バシュ南オーストラリア州ボーダータウン出身、10年間、 オーストラリア労働組合評議会の代表を務め、1980年に政治家になり、その3年後には首相に就任する。労働党所属の首相では、史上最長の任期を務めた。改修派協会の聖職者であった父親と教師であった母親とのおもとに生まれる。西オーストラリア大学で法学を学んだ後、ローズ小学生として、オックスフォード大学に入学。 オックスフォード大学在学中はビールの早飲み競争で11秒間に2.5パイントを飲むという世界記録を樹立している。パースの教会にて後の妻となるヘーゼルと出会い、1956年に結婚。大学在学中から政治に関心を持ち、大学卒業後はオーストラリア労働組合評議会に研究員として加入。1969年には、 アクチュの議長に選ばれ、1980年までその役職に就いた。1979年の連邦議会選挙で、ビクトリア州ウィルズから立候補し当選すると、労働党の主導権を掌握する。1983年に労働党の党首に就任し、その1ヶ月後の連邦選挙にて、マルコム・フレーザー率いる保守連合政権に対象を果たす。これにより、 第23代オーストラリア首相に任命された。首相在任中はアジア太平洋経済協力を提唱したほか、規制緩和を推し進め、オーストラリア経済の発展に貢献した。1991年に新たに労働党の党首となったポール・キーティングに首相の座を譲る。政界引退後も裁晩年まで政治には関わり続けた。89歳となっていた2019年、 5月18日投開票の総選挙でも労働党への支持を呼びかけたが、その2日前の5月16日に自宅で死去した。競馬が趣味であり首相退任後は北海道の牧場へ訪れたり1992年には土曜競馬中継にゲスト出演している。ありがとうございます。